して痩せるためには何よりも食事が大事ということを今日はお伝えしていこうと思います。今日ここ私は、レドンドビーチに来ています。今住んでるとかちょっと遠いんですが、今日はせっかく来たのでここから、お伝えしようと思ってきました。で、痩せるためには何よりも食事が大事なんですが、体重を落とすことが目的なら運動よりも食事に気をつける方が成功を確立する方が多いと言われています。なぜなら運動で痩せることは食事のカロリーを抑えることに比べてとっても大変だからです。厚生労働省が発表している運動基準運動指針の改定に関する検討会報告書によると、構成体重を1キロ落とすのに運動で消費しなければならないカロリーは7000キロカロリーということです。しかし身体活動量の基準によると、例えば、体重50キロの女性が軽いジョギングを30分間やって消費するカロリーはたったの130キロカロリーです。1ヶ月間毎日30日間雨の日も残業の日も体調が悪い日も休むことなく毎日30分間のジョギングをしたとして、消費できるカロリーはほんの3900カロリーです。体重を1キロ落とすには54日間もランニングを続けてようやく達成できるという計算です。これはあくまでも基準ですが、人によってはよっちではもっと消費できる人もいるかもしれませんが、あくまでも基準で、ですね。ですが30日間もランニングをしたら、30分間もジョギングをしたらやっぱりお腹はペコペコになっていつもより余計に食べてしまうっていうことが起きたり起きます。これが運動のみでダイエットをすることがするのは成功しづらい理由です。一方30分のランニングを同じ130キロカロリーを1日の食事で減らすにはのはそれほど辛いことじゃないと思います。例えばいつもお風呂上がりに飲んでいたコーラや牛乳を無糖炭酸水とか、いつもお風呂上がり飲んでいたコーラや牛乳があるとしたら、それを炭酸水に変えたり水に変えるだけで130キロカロリーは楽々、クリアできます。ダイエットは食事だけではなく運動も大切。筋トレをすることで引き締まったラインになったり、筋肉量を増やして基礎代謝を上げる効果があるため、味覚を整えヘルシーな食事療法と合わせて運動することが、成功へのつながりです。私も、この方法でやっています。なのでカーディオ、有酸素運動ですね。有酸素運動はほとんどやりません。筋トレと食事の方法で